これも100円パレット、アイシャドウパレット、これ100円。あ、そう、300円とか200円もあった。これね、よく見るとなんかラメちゃんとなってる、ラメ入りのやつ。これ100円だからね。いや、そう、ごめんね、あの、なんで今日本当は昼間からやりたかったんだけど、あの、久々に12時間寝ました。これどうでもいい、どうでもいいっていうか、まあ、ファンデーション一塗りで輝くキメ美肌、これね。で、謎に入ってなかったから一緒にパフパフも買った。で、あと、あの、ベージュ、ピンクベージュのクリームチーク、クリームチーク。いや、でもなんか100均結構有能らしいよ、コスメが。あと、まあ、アイライナーね、ブラウン、チョコレートブラウンのリキッドアイライナー。あ、私これすごいなって思ったな、このアイブロウペンシルね。あの、アイブロウペンシル、これ端っこが焦げ茶でこっちが淡い茶色になってんの。グラデがこれ一本でできちゃうってこと。これはすごくない？業界初三角芯で、ちゃんとブラシもついてる。下の方にブラシもついてる。これ100円だよ。これお得だよね。で、これミスった、これ2個買っちゃった、マジで。まあ、誰かあげます、これ2個買っちゃった、間違えて。これもで、これダークブラウンのマスカラ、ウォータープルーフ、ウォータープルーフのマスカラ。唇は危険、リップは持ちが悪くて。あー、なんかわかるかもしれん。なんか子供の頃さ、グロス売ってんじゃん、子供用の安い、パサパサしてた思い出ある。これちょっと、あの、全部これ100均なんだけど、これもダイソーちゃんと100均コスメだけど、これ300円。これだけ、あの、ブラシは100円なかった。これだけ300円だけど、でもこれダイソーで買ったから、まあイエローかな、これは。で、これはね、なんかちゃんとキャップもついてるし、携帯メイクブラシ、これは、あの、お世話になる。で、これ全部で1200円。これ全部で1200円、やばくない？安い。おばさんほど100均なんだな、うるさいよな。え、だから昔の100均のコスメとか多分超荒れてたんだと思う。でも最近は違うらしいよ、最近の100均のは進化してるって。あ、キャンメイクも安いし、あの、キャンメイク の、あのファンデーション好き、あの、700円のやつ、見た目が可愛いやつね。キャンメイクもいいよね。だけど安いキャンメイクとかはそうなんだけど、減りが早いかな。シャドウとかの減りがめちゃくちゃ早い気がする。あの、ファンデーションも粉がなんかすぐなくなっちゃう。次、キャンメイク縛り、それ弱くない？それ先にやればよかったじゃん。100均の後にキャンメイク縛りもちょっとね。あ、そうそう、マシュマロパウダー、あれ好きだな。薄付きで好きなの。あ、聞いてきた。どんな感じになるかちゃんと見せて。私はちょっと今お風呂上がってきて、
で、眉毛基本下地とかリキッドしないね。もう直自分で買うのは安物、買ってもらうときは違うよ。これ企画で、あの眉のメイク道具とか結構高いよ、うん、高いよ眉の、高いよねコスメで。カラコンはつけさせて、ね、お願いだから、それに限って。だって100均のカラコンなんて売ってなかったんだもん。美顔機能外したくないな、外したくない。何のブランド使ってるの？何が？あ、眉のコスメ？眉のいつものコスメは、これね、いっぱい入ってるけど、これ大好き、クリオ。で、あの今週は100均メイクで、次のメイク企画は断層メイクね。次は断層メイクに挑戦。これもいいね。V3。もうさ、てかもう前にさ、韓国の信者だから、マジで、もうほとんど韓国だったね。あ、でもさっきのこれさ、これが、エレガンスの。これが1万5000円。確かこれ高いよね。で、これがこっちが1万5000円で、こっちが100円。これもやってみるか。あ、小さいのは1万1000円だとしても高いよね。いや、これはすごい好きだな。最近ピンクシャドウにハマってるね。グロスもこれもいいよ、ジューシーティントかな。これも韓国で結構人気じゃないかな。で、これ結構いい色、発色なんだよ。これみんな発色教えてって前言われてたんだけど、これ23番ね。あ、ロム&ロム&これね、唇に塗るといい感じなんだよ。これ23番ね。韓国コスメこんなもんかな。まあでも今日はこれ使わない。今日はこれ使わない。もかちゃん風船ありがとう。これ、え、何これ、めっちゃべちょってる。あ、これも結構使ったな。ちょっと汚いけど、これ300円とかかな、韓国で買って。ごめん汚くて。これ韓国でしか売ってないかも。ああのね、眉はあの、いや高いのもあるよ。でも韓国の安いもんね。でこれも高いし、言うて。で、これももう長年使ったな、これ。これ知ってるでしょ、みんな。これ2箱目だけど、ルナソルね。これも高いよね。1万ぐらいか。ルナソル。1番ね、眉は。ただ、あの、土台系はね、やっぱ高くないとね。そうそう、使いやすい。でも最近はピンクにハマってるから、クリオ好きだな最近。すごい、こんなもんかな。でマスカラもこれ リカーフロッシュ、これも前ね、ずっとピンク。最近もピンクが大好き。韓国来月からまたビザ必要で、そうだから明日朝起きて、免許とあとパスポートとかなんかいろいろ明日予定詰めちゃうわ。明日は配信外でちょっと やるべきことをやる日にする。早く起きてね。リカフロス、古川優子。あ、そうなんだ。
あの単純にピンクのマスカラが欲しくてこれがあったから買った感じ。そうそうそう、今月しか行けないから明日行かないと。ポーチこれ、これ付録、これ付録、これ付録なんだよ。これ可愛くない？なんかこういうね、これさブランドあったよね。これブランドだよね。何のブランドか忘れたけど、あのこれこの顔のなんか何、木の枝で、あの木の枝っていうか何、麦わら帽子みたいなカバンあるじゃん、麦わら帽子の素材のカバンあるじゃん、あのそれにこの顔がついてるカゴバッグ、そうカゴバッグが流行った、流行ってた。そう、名前が思い出せん。これさブランドなんだよ、こう見えて。あ、アジオリーいいかな。そうそう、これなんかコンビニ限定の付録で買った。大きいし、これ大好き、かわいいっしょ。なんかね、ダサいの好きかも。ダサくないけど、これも次あれ欲しいんだよね、あのセブンイレブンの袋あるじゃん、あれのカバンバージョン、バッグバージョンのセブンイレブンのあれとか、そういうの好きなの。アニティとかさ、なんかちょっと外してるみたいなのが好きなの。え、米よ、読んでるよ。なんで私そんなコメント読んでない雰囲気っていうかイメージあんの。え、だってさ、じゃあモンジョリー、あそうだね、付録じゃなくてムック、あそうだね、あデコ開い、そうだね、全部読まないよね、正直。全部読む人いるの逆に。え、読んでるよ、読んでるって。あだけど、あ例えば普通に喋ってるからかな、コメント読んでて、あでもさとか普通に会話してるから読んでる感じが伝わらないってこと。伝わってないのかな。あのちゃんとこう返してるんですけどね。スクールデイズ知ってるよ。ソラエロデイズじゃなくてスクールデイズでしょ、知ってる。あの伊藤誠のなんかゼロワンみたいなやつでしょ。知ってる知ってる知ってる。最後殺されるんだよ。ちょっとタバコ吸わせて、ちょっと疲れちゃった今紹介して。メイク、このタバコ吸ったらトークつまんないのに企画だ。今企画してるんだけど、で前は決めた、もう週1でメイクするって。で前さ、来週は、今週は百均メイク縛りで、来週は断層メイク。でも断層メイクの方がなんか盛り上がりそうな気がする。絶対イケメンになると思う。パスポートに必要なものは、身分証明書と、あと印鑑持ってけばいいよね。それ以外いるの？あの継続するやつ、もう期限切れを継続するけど、あ住民票。え、あれ、あの人ってさ保険証名古屋なの？ここになってんのかな。いいじゃん、今まだ遅い言われてるけど、今始まって30分だよ。だって私今起きてさ、ほぼお風呂入ってさ、でやっとコーヒー飲んで、なんかそんな焦ってんの？なんでそんなみんな焦ってんの？毎日ニンニク料理やめてほしい。いや、ニンニクって逆に言われる。もういいや、お前をこれから叩く。そうだね、ブロックしよう。もう私最近すごいから。最近すぐブロック。シャッシャッ NG。プチ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 。最近早いでしょ、私。
早いんだって。でこの前もだからあのもうやり方なんだなって、だってこの前酒雑して平和だったの、いつぶりだろう酒雑で平和、しかも確かに10時間ぐらいやってね、通常枠はもともとやらないね、通常枠よりやっぱタヌキの方が好きだから。あ、300ナイスありがとうございます、300ナイスありがとう、ありがとう。じゃあでこれは許してね、あのカラコンは許してマジで。カラコン売ってるかなって100均探したけど売ってないわ。いや私カラコン しないメイクしたことないもん、わかるでしょねえ。いや見るアイテムの時も言ってるから、私したことない、カラコンありだよね。いやなんか今までずっとそうやってやってきたかな、なんかないものをないものでやってきたことないから、メイクの仕方がもうそれで一気に分かんなくなっちゃう。これはしょうがない。いや無料アイテム言ってるよ、ありがとうって。でも今イベントやってないし、いやでもやったことないからね。やっぱカラコンってでかくなるね目が。いやでかいでしょほら、全然違うじゃん。じゃあさ眉毛が美顔機能外したら褒めてくれんの？だって荒れてんじゃんね、どうせブスブス言うじゃん。この今日の流れは今日はそういう日なんだって。いや今美顔つけてる、だから今日荒れてるから、あ今日は加工しとこうって思った。じゃあ分かった外すよ。でもあじゃあもう荒れたら美顔つけるね、それしょうがないじゃん、自分傷つきたくないから。恥ずかしい、外すよ。じゃあやります、よいしょ。だって外してるって全部肌がちょっと汚いの、ちょっと汚い少し汚くなっただけ。ね、ちょっと唇を潤わしていい、あのメイク完成した時に外すから、ちょっと唇がちょっとぶつからないふりやめてやめて、ほんとかわいい、嬉しい、ありがとうございます。タヌキしかいないからいいんじゃない。あのキツネなんでみんなやってるかって、あのコメントを流れない時とかね、だからあの深夜とか前もキツネやってたけど。ティーキーありがとう。じゃあまずこれか、ノリをアップさせるために基礎化粧品でお肌を整えて、サラサラの肌につけるとムラになりやすい日焼けの目などクリーム系下地を。
や私ね下地つけない、いつもあの乳液で整えるタイプで、も今お風呂上がりだから、あちょっとラメ入ってる、いや今お風呂上がりだよ、いやペトペトしてんだけど、てかさ眉あの何肌が汚くてオイリーでテカってるとかじゃなくて、常にあのスキンケアとかちゃんとしてるからなんかテカテカ見えてるだけだよ、で今お風呂上がりだから鏡まず半分ファンデしてみるね、あ、モカちゃんありがとう、参加わかるかな、どうカバー力はまだ分かんなくない？時間が経ってないから、えでももうなんか近くで見るとラメが入ってる、てかラメがえ、まあ別に悪くないかな、えだって100円だよ、いいんじゃない、あのでも厚塗り好きな人いるじゃん、これ薄付きだね、でまあ薄付きが好きだからこっちと近くで見るとね、前も肌汚いよ、こっちとこっち、どうどうどうですか、ずっと使ってた肌荒れする、え、そのさ、カバーとかさテカリとかってまだ分かんなくない、あ、ナイスした、ありがとうございます、アイスも、え、まあ別にいいんじゃないって感じで、悪くもないし、まあ普通かな、あ、てか私いいこと考えた、これさ、もしよかったらあの旅行用の時に持っていく、これなんか全部持ってくの大変だから、100均のメイクは旅行行く時の一式で持ってこう、なんか高いのさ落としてさ、あのアイシャドウ割れちゃったりとかしたら嫌じゃん、だから極力ね持ってきたくなかったんだよね、薄付きだから、あれでも眉さリキッドも下地も何もしないじゃん、やれば別にいいんじゃないの、旅行先で100均コスメやだ、え、でも悪くないけどな、これマイ指治らん、でも俺って治ったくない、どう、これ加工なしだよ、どうねえ、鏡見てるだけね、鏡で使ってるだけ、これ綺麗だよね、うん、赤み消えたし、え結構綺麗じゃない、いやでも鼻の部分が黒っぽい、黒ずみじゃなくて、ただの黒ずみじゃなくて、えそんなことないよね、いいんじゃない、これからはおでこもちゃんと、今までおでこをファンで叩いたことなかったの、前髪で隠してたし、今日から眉はメイクを変えない、やり方、あでもいいじゃん、みんな1万とかのファンで買ってるから認めたから、あーなるほどね、100円で綺麗になったら私のこんだけ高いの使ってるのにってこと、エンディさん
別にいいよ、別に気に入った、なんかあげようかなって思ってたけど誰かに、これはこれで使い続けよう、あの旅行用でマジでいいと思う。で次がそれもあるかもね、でも高いもんね。しかも分かる、なんかさ安いの買いたくないよね、ファンデとかリキッドとか土台物はさ、だってケチな眉でさえ高いの使ってんだから。あ、このこれってこれくすみとかを消すんだって。あ、そうなんだ、知らなかった。これって化粧崩れ防止らしいよ。そうそう、土台はね、シャドウとかはさ、え、これも100円、全部100円、あのブラシ以外は100円。眉普段メイクしてないから肌綺麗だね。え、違う、関係ない。え、そうなんだ、これ人気すぎてバズってるらしいよ。エンディさん詳しい。これ一番最後、いやもうファンデ終わったから、ちょっと待ってね、これバズってんだ。インスタグラマーの中でバズってる100均コスメで、また在庫がなくなっちゃうね。でもこれ100円ってすごいね。でパクリでもさ、100円でパクってくれたなら、これさ同じやつでやっていいのダメかな。新しい、前にそんな効力あるんだよ、足立区を震わせたからね。これ全体に塗っていいの、これ全体に塗っていいのかな。え、もう塗っちゃった、マジもったいないことしてるんだけど。そうなの、え、もったいな、もったいない。あぶねえ、なんか白いこれ、白いね、あんまり。戻しとこう。これね、めちゃくちゃ気持ちいい。これ300円だ。あ、いいじゃん。あ、いいね、これ買っててよかった。わ、なんかこれ結構さ、めっちゃ粉がわーってなるわ。これ全体にやっていいのかな。これも多分買えなくなるんじゃない。まあ、でも300円だから多分これがリアルなくなるかもしれん。どう、あ、なんか崩れなそうな感じするでね、ブラシは売ってなかったんだ、ダイソーは。あ、これも良かったね。あ、なんか良くなったね。え、わかんの、みんな見ててなんか自分だからわかるじゃん。あ、いい感じ。え、普通にいい感じなんだけど。え、画像じゃわかんなくない。え、超肌綺麗なんだけど、近くで見るとあれだけど、うん、綺麗になったんだけど。そばかす、でもこればっかりはもうレーザーしないと早く。
下地使ってない。これいいね。で眉毛、あ、これいいかも。よく見ると、あ、取るかな。あの、わかる？あれぼやけてんな。ちょっと待って、なんでこんなぼやけんだろう。わかる？この三角の端っこのところ、先っちょが茶色い、焦げ茶。そうだね。これは、ゲネ東京、これね、ゲネ東京、ダイソーに売ってます、これ。これ、私これでやるの初めてだな。どうやってやるんだ、これ。むず。ペンでさ、書きやすい、なんかね、いつも、あの、パウダー筆でやってたからペンで書くの初めてな。で、ここの先っちょがだけ焦げ茶をつく。あ、できてるよ。え、微妙？別に良くない？で、やっぱね、メイクの、あの途中段階って変だよね、顔。しょうがないんだって。眉毛だけ今あの描いてるから。あ、あー、お花火ありがとうございます。あー、ありがとう。あの、初めて来た時も眉がメイクしてた時だったわ。ありがとう、お花火。今日はあの、匿名さんにはあの、まあ関係ないかもだけど、100円、100均メイク縛りしてます。可愛くなれるか。そうなんだよね、途中はみんなさ変だって。ファンデもう100均だよ、リサパン。え、ファンデ良かった。てかね、うん、普通に良かったかな。てかこれ結構いいかも。これ気に入った。でもやっぱりなんか使ってて思ったけど、なんか結構なんかカスがすごい出てきたの。だから、あー、シャンパンタワーありがとうございます。いい企画ね、楽しみです。ありがとう、シャンパンタワーありがとうございます。シャンパン飲みたーい、シュワシュワ飲みたーい。どうしよう。で、ちょっと待って、これいけるかな、これ。あの、影欲しくて。ちょっと待って。で、こっちがあるから。あ、でもほら、彫りが、あ、ここにやるとなんか唇がこう影ですごいぷっくりしてるんだみたいな、あの、風に見えるの。VC はこれ番号とかなくない？ないよ、番号なんて。肩凝ってる。いや、すごい塗ったけどそんな違和感ないでしょ。あ、そう、だから、いや、ジンチ短い
だから私その人中いじる前ここもやったの。そうするとね人中が短く見えて、もう今やってない。もうあの人中いじった後にここもやったらさ、もうくっついちゃってるように見えちゃって、ちょっとめんどくさいよ。ああ、つけちゃった。まあ、メイク何時に始めた？すごいね、眉がブロックしてるタイミング分かるんだね、みんな。あいべ、なんかもったいないことになってる。もういいよ、何歳でも。あ、大花火ありがとう。あ、ありがとう、ナイス、パチパチパチ。ありがとうございます。10分前ぐらい。私メイクめっちゃ早くない？もう土台完成しちゃったんだけど。ありがとうございます。ありがとう、かわいい子かな。いやもうじゃあ肩こりがすごすぎちゃって、もうシップしないと。日本で整形する、韓国でした方がいいのはよくわかる。そうなんだよ、マジでそうなんだけどね。あの美容皮膚科とか絶対そう。一番最初にいじったの埋没だね。埋没一番最初にやって すぐ取ったね。ファンデ V3 じゃないよ、これは高いよ、これはこれ高いよね。ただ今鏡使ってただけで、マユが今使ってたのはこれ百均のこのパッケージのね、この緑のやつ。あ、やっぱりねパール入りだ。ラメが入ってる。近くで見るとちょっとキラキラしてる。うん、鏡ないとか女としてどうなの。あの私鏡に割っちゃうんだよね。買っても買っても。私さちょっとさドジっていうかさ抜けてるじゃん。あの落として鏡割っちゃうんだよね。何枚も割ってきた。間違えてうっかり落としちゃったりとかさ。来たー、238号。早く美顔機能外せよ。だってそう割っちゃうの、落としちゃうの。さ、ま、眉ってさ割りそうでしょ。そうだからあのいいの、こういうさこういうちっちゃいメイク用品についてる、これで十分。美顔は半分外してます。え、全部全部です。何もしてないよ。そうだ、怪我するしさ。あ、皆さんあの400ナイスまであと40ナイスお願いします。危ないよね。ただ今のところランキングやっぱこれが今1位かな。これが1位。こうやって見るとさ、眉焼けたね。私も肩こりひどいんですけど湿布楽になるよ。あのロキソニンテープね。だからあのこれ薬だから、その日はなんか痛み止めとか飲んじゃいけないんだってって言ってた。ゼロワンは今外出中。なんかギリギリまであのいいよって言ってたの、配信やりなって言ってたんだけど、なんか昨日なんか本当に配信がストレスだったらしくて、でもなんかごめんねって言われて、じゃあ今からつけるねってつけた瞬間、あもうやっぱごめん無理だ、外出る、外出ちゃった。相当ストレスなんだろうね、あの配信が。肩こりは骨盤を動かすといいよ。え、なんかさこういうことでしょ。痛い、マジで痛い。あれ、アイブロウどっか行っちゃった。よいしょ。次なんだっけ。もう半分メイク終わった。そうそうそう、シップ貼ったところは日焼けしちゃいけないんだよね、シミになっちゃうから。
よね。次は上品ピンク。でこれはダイソーだとこれ1番アイカラーパネット、これ1番ね。筆が入ってない。伊藤誠見てて草メイク企画。これ100円ってすごくない？ダメつき。指でやるか。てか指でいいよね、ぶっちゃけ。アイフォールをどれ攻めようかな。筆ぐらい入れてくれたっていいじゃん。こんな9種類もシャドウやるんだったらどれにしようかな。じゃあこれにしよう。わかるかな。普通にラメって感じ。今日も眉かわいいね、ありがとう。そうだからこれ結構ラメ強いね。どうしよう。次今ここ塗っ、綺麗じゃん。わかる。ご飯配信は後でご飯食べ行く。わかる。なんか結構綺麗なんだけど、すごくない？で次はどこ攻めようかな。これ混ぜていいね。あ、いい色になった、混ぜたら。てか筆なくていいね。なんか指が一番馴染むかも。お、いいじゃん。わかる。いい感じ。で、あのね、これ単品だとあれだから混ぜて、もう自分のセンスだね。で、これをこっちを涙袋に入れる。え、全部100均だよこれ。あ、忘れてた。おでこだいぶ入れてるなって。何でも言うな。ちかな。百均使う勇気ない。え、てか前も買う勇気っていうか、勇気とかじゃなくて買うって思う、あの気持ち、心すらないってこと。意味わかんないよね。百円なんで買うの。筆も百均で、え、でもなんかやっぱ買わなくてよかった。なんか手の方が塗りやすい。眉どのくらいで眉染めし、月に2回。月に2、え、なんかちゃんとして完璧保つんだったら、だから2週間に1回だけど、めんどくさい時は月1かな。もうタトゥーしてるからさ、タトゥーして眉染めしてたら本当にすっぴん漏れるよね。でもその眉毛が薄くて毛が少ない人で染めちゃうと、なんか眉毛がなくなって見えるようになって、なんか マロンみたいになっちゃう。眉も眉毛そんな生えてないから、やっぱそういう人はね、あんまりかな。
だけどあのなんだろう、眉マスカラとかあるじゃん。眉マスカラよりもやっぱ元染めてからアイブロウの方が綺麗な発色かな。器用でしょ。よいしょ。ちょっと薄いか。薄いな、ちょっと。口が腹立つ。どんな口してた？つけてやってる時。いや、むずいな。これさ、筆になるパターンあるくない？筆になるか。あ、なってる。なってるじゃん。なってる。どう？シャドウこれでいい？私結構うまいんじゃない？全部100均じゃ。だって鍋袋はこれあのほら眉毛描くペンで描いた。あのいつもあの眉毛さかあの涙袋作る用のペンあるじゃん。でもあれ買うのもったいなくないのかね。いつもアイブロウでのペンとかでやっちゃう。あ、ごめん、これね、これ2番ダイソーのアイブロウにアイライナー、リキッドアイライナー。亀山静香って誰？うん、これ結構薄いね。これ結構薄いでもこういう薄いのが好き。どう？いい、よくない？これなんか薄い感じだね。変化。薄いやつ。これも結構いいな。色が好き。あの、まあさ、目がさ、結構くっきりしてるから、な、真っ黒とかも苦手な、こういう淡いのが好き。待って。ここが、あ、これちょっとむずいな。これちょっと太いからむずいわ。違う、アイテム投げるとっていうか、アイテム飛ぶとき、なんか見えてなくても視界からなんかうわーみたいな感じになるじゃん。え、あれってなるだけで。もうすぐ終わります。で、これはプリンセスボリュームマスカラね。これはダークブラウン。もうすぐ終わる。こんなでももういいじゃん。ウォータープルーフなんだよ。え、すごくね。え、見てほら、マスカラこれいいんだけど、普通にいいんだけど、これわかる？これいいね。え、よくない？これはね、何番とかない。ダークブラウン、ただのダークブラウン。